皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、栃木県にあります人口9万2000人ほどの鹿沼市の市街地を散策した時の様子、動画にアップしてまいります。映像の方映っておりますのは JR 日光線でやってまいりました鹿沼駅の様子となります。ご覧のように IC カードのみの自動改札機の設置となっておりました。この鹿沼市、県庁所在地の宇都宮市と日光市との間ぐらいに位置する都市でありまして、宇都宮市のベッドタウンとなっております。この時は宇都宮市から電車で十数分ほどだったと思いますが、それぐらいかけてこの鹿沼市鹿沼駅までやってまいりました。で、駅からですね、西の方に伸びております国道293号線を進んでいるところになります。このように駅に近いところになりますと、地元のお店とかがね、並んでいる、そういう国道沿いになっております。クリーニング店だったり飲食店、あと商店とかね、ありまして、ローカルな雰囲気というのが強いんですが、途中黒川というね、川に差し掛かりまして、それを越えているところになります。このかかっている橋、府中橋というそうですけれども、そこから今まで歩いてきたのと逆側、対岸をね、見ましたら、大きめのデパートの商業施設の建物ですとか、マンション高めのものが見えておりました。で、川を越えてきてね、293号、また西にそのまま進んでいるところになります。この川を越えてすぐのあたりもですね、地元のお店とか薬局とかが中心に並んでいるような感じがします。ところどころこのようにローソンですとかね、オフィスビルもちょっと見えるところあったんですが、そういったところからちょっと南に移動してまいりますと、先ほどもね、川沿い映した時に映り込んでいたんですが、デパートの建物がなんとあるんですね。こちらが福田屋百貨店というそうです。撮影している時も次々に車が入っていておりまして、周り住宅地とかになっていますからね、その周り住んでいらっしゃる方とか、市内各地からね、買い物に来られているんだと思います。で、そこから末広通りっていうんですかね、北に移動してまいりました。そうしましても、また複合商業施設がね、今度はちょっと新しめのものがあります。松木用や ABC なんか並んでいるところを越えていきまして、こちらビバホームのホームセンターが目立ちますけれども、ビバモールというね、商業施設になっているようです。ペットショップや100円ショップとかね、ハニーズとか入っていたようです。で、そこから西に移動してきました。結構住宅地で、なんか急にポツンとね、ボーリング場だったりアミューズメントの建物あったりしたんですが、でその北側にですね、大変大規模な山の上にある公園があります。こちらが千住山公園というそうであります。このように山の上にありますから、今まで歩いてきたところなんかね、鹿沼市の市街地を眺めることもできるんですが、でこの公園内、なんと昔ながらのね、遊園地みたいなね、遊具が並んでおりまして、地元のお子さんとかね、家族連れの方が楽しんでいらっしゃいました。そこから先にね、城跡みたいなのはあるそうですが、ちょっとどこにあったかわからなかったので、今回は歩きませんでした。で、そのね、公園からちょっと東の方に南北に通っている大きめの道、国道121号線をこれ南に進んでいっているところになります。そのままね、南に行きますと、中心市街地方面にどうやら行けるそうですので、進んでいっているところになるんですが、やはりね、昔ながらのビルみたいなものがありまして、ちょっと高めのものがね、今まで歩いてきたところより多いですよね。で、ご覧のように、なんだか商店街っぽい通りも見られましたので、歩いてみることにしました。どうしてもね、こういう都市となりますと、シャッターが閉まっているところも見られたりするんですが、結構営業しているお店もね、ポツポツと見られまして、なんか火薬とかね、なんか鉄砲のお店みたいなものがあったり、結構珍しいね、お店、建物が並んでいるなと思いつつ歩いておりました。で、これ、国道のね、並行する一個裏の通りになるんですが、地元のお茶屋さんとかドラッグストアでしょうか、あとはまた保険のビルが並んでおりまして、中心市街地感の強いところね、ちょっと裏手の道ということで、ローカルなお店、地元のね、飲食店とかも結構目立っていたような気がします。で、このように軽く裏の道を歩いた後に、また国道121号線に戻ってきてまいりました。また南に進んでまいります。
そうしますと、ややね、新しめのビルだったり高めのものっていうのがね、建築物増えてきましたよね。銀行とかも反対側見えていまして、映像左側もね、結構高めのビルありました。あと、なんかほうきのね、面白そうなお店みたいなのもあって、まあ、個性的な中心市街地って言えますよね。なんか奥の方にも蔵みたいなものがあったり、手前にね、飲食店とか並んでいる感じでしょうか。まあ、そうしたところを越えていきますと、また高い建物というのがね、ほとんどなくなってきまして、まあ2階建てぐらいのね、建物が並んでいて、古めのものが。で、1階に地元のお店が並んでいたりと。まあちょっと行きましたら、ウェルシアのね、全国チェーンのドラッグストアなんかもあったりしますが、まあこの辺、中心市街地周りとなりますと、大半がローカルな地元の個人経営のものになってくるわけですね。まあでも途中学習塾が見られたり、今もココスありましたが、でそのココスのですね、少し西側の方が今奥に移りましたが、東武日光線の新鹿沼駅というね、鉄道駅がありまして、まあ、そういうこともありまして、この周りね、大手のお店だったり、今もアミューズメント系のね、カラオケ店ですか、まあ、そういうお店が並んでいるという風になるんですね。でそこから南に行きますと、ドラッグストアやヨーク、ベニマル等があったりするんですが、これからですね、まあ、今まで中心市街地見てきましたけれども、まあ、郊外的なね、ロードサイド店舗が並んでいるところっていうのも、この鹿沼市結構長く広がっていますので、そちら向かっていきたいと思います。まあ、今もですね、モスバーガーだったり飲食店と並んでいるところありますが、今映しているあたりが、まあ、今まで歩いてきた国道121号だったり、まあ、途中からですね、352号とか293号とかになっていたそうですが、その東側をね、取っていったというふうになります。で、また黒川をですね、東に越えていきまして、これから、郊外のね、お店、大手チェーン店が並んでいるところを歩いていきたいと思います。早速ですが、ヤマダ電機のね、家電量販店が目立っておりましたよね。あとは、魚べいとかもありましたけれども、そこからですね、これ東に進んでおります、県道4号線になりますが、まあ、途中住宅団地目立っていたものもありまして、そこからですね、ちょっと南の方に進路を変えまして、ちょっと道路の名前とかがわからなかったんですが、進んでいっております。まあ、いろいろ料理店だったり、まあ、牛角やね、大人向けの DVD ショップ、ウェルシアに業務スーパー、さらにガストと並んでいまして、この道ですね、結構大手のチェーン店が並んでいまして、私ね、歩いていてびっくりしました。ケンタッキーだったり、島村、エニタイムフィットネスに、あとはね、個人店のなんかいい雰囲気のね、カフェとか飲食店みたいなものありまして、あと、携帯ショップにツタヤ、マクドナルド、ツルハードラクト、今までのね、中心市街地を歩いてきた、そういう景観とは違いまして、一気に大手のもの増えてまいりましたよね。丸亀製麺、そして平屋、セブンイレブンと並んでおります。中心部の方は地元のお店が大半で、途中、時々大手のお店が見られるといった風な並びになっていたんですが、こちらに関してはもう真逆ですよね。この辺も結構お店が多く、ウオタミ、バースデイ、アベイル、ワイモバイル、ソフトバンクに、カーディーラーに、イエローハット、メガネ屋さんに、シュープラザ、さらにね、奥の方、小島ビッグカメラまで見えております。で、さらに行きまして、シャトレーゼや、奥の青山まで並んでいると、この通りの大手チェーン店の並びというのはすごいですね。で、映像の方、通り切り替わりまして、さつき踊りというんでしょうか、当社の道進んでいるところになるんですが、よくベニマルがありまして、そのマリンダイソーや米田コーヒーなんかがあるというね、結構お店が並んでいる通りがありまして、反対側にもミンミンの餃子屋さんだったりね、あとそのまま行きましても、マックハウスや弥生軒東海とかがありましてね。はい、これ道路反対側を渡ってきて、そのヨークベニマル周りを映しているところになります。で、この辺はですね、何本も大手のお店が連なっている通りが、まあ、並行するようにというか何本もありまして、今、通っている道がですね、国道121号になります。こちら国道になっていて、あと県道とかなので、こちらの道沿いにいろいろお店が一番多く並んでいるのかなと、なんとなく思って歩いていたんですが、まあ今までね、歩いてきた通りの方が大手チェーン店多かったような気がします。こちらがですね、さつき大通りのだいぶ、さっきよりも東に進んでいったところになるんですが、このように住宅地っぽい落ち着いた通りの中に、サイゼリア、オフハウス、メガネのジーンズですとかね、
あとフライングガーデン、霞、後楽園町田商店とね、大手のお店が並んでいるところありまして、結構この皐月大通り沿いっていうのがお店が多かったようですね。今回映していないんですが、ココイチだったりスキヤも通り沿いにあったようです。で、そこから北に県道268号を進んでいっております。途中 JR 日光線の高架、古線橋を越えていったところになりまして、で、線路の横にですね、招き猫のカラオケ店がありまして、まあ、周り住宅街とかだったと思うんですが、この道沿いもね、結構いろいろお店あるんですね。そのまま北の方を進んでいきますと、三期ですとか河内薬品が見られましてね。そのまま県道北の方に行ったら、ケージ電機とか、あ、コスモス、よくベニマルなんかが見られたりするようになるんですが、今回は南北に通っています県道268号から途中県道4号に進路を変えまして、鹿沼街道というそうですが、そこを西に進んでいくことによってですね、 JR 鹿沼駅方面に戻ることにいたしました。まあ、今歩いているあたりになるんですが、まあ、そういう三期とかね、大手のお店があったところを西に越えていくと、割と地元のローカルのお店の割合も増えていったような気がするんですが、また大手のね、大きめのお店目立つようになってきました。まあ、こんな風に大手のドラッグストアだったりオートバックスなんかありますね。まあ、でも途中このようにキムチとかお弁当のローカルな個人経営のお店がありまして、いい雰囲気ですよね。で、ゲオが見られたかと思いきや、小さめのたこ焼きのお店がありまして、で、こちらはパチンコ店になりますでしょうか、古めの建物が目立っております。その反対にも地元のものですかね、スーパーマーケットがあったりと、まあ、この鹿沼市全体的には落ち着いた宇都宮のベッドタウンの市街地という雰囲気になるんですが、結構大手チェーン店がね、多数並んでいるところありまして、それも落ち着いた住宅地の中にね、急に現れるような感じ で今駅に近づいておりますが、ブックオフなんかもありましてね、まあ、その落ち着いて静かに過ごせながら便利なね、お店もいっぱい並んでいるという、そういう印象をこの鹿沼市の市街地歩いていて思いました。あと市街地結構広かったですね。で、そんなことを言っている間に鹿沼駅の方に戻ってまいりました。で、この後ですね、宿泊地の宇都宮にまたこの日光線で戻ったという風になります。結構利用客の方が多くいらっしゃいまして、この日光線、まあ、日光方面にね、行かれる方とかもいたかと思うんですが、まあ、やはり宇都宮に行きやすいということで、よく使われている路線なのかなと思いました。ご視聴ありがとうございました。2022年10月11日から全国旅行支援開始。割引とクーポンが合わさったこんなにお得な制度だから、私が今まで泊まってきたホテルもこんなに安くなります。このお得な全国旅行支援、さらにお得にする方法があるんです。それがこちら、ポイントサイトチョビリッチ。チョビリッチを経由して予約するとさらにお得に。チョビリッチのご利用で皆さんの旅行がより素晴らしいものになるよう祈っております。